こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ウェールズです。ウェールズってイギリスのちょっと西側にある国ですね。このウェールズのですね、ポートメイリオンという町というか村なんですけどね、これをご紹介してみたいと思います。ウェールズというのはですね、イギリスの、イギリスを構成する4つの国のうちの1つでですね、西の方にあります。こちらの方にですね、ロンドンというのがあってですね、ここが全体的な首都であり、イングランドの首都ですね。で、こちらですね、西の方にあるのがウェールズ。ウェールズの首都はカーディフなんですけれども、今回ちょっと北の方にありますですね、ポートメイリオンという、村をご紹介してみたいと思います。こんな感じでですね、これちょっと一見するとなんか良さそうな雰囲気みたいな感じですけども、実はね、とてつもなく広いんですよ。全体の敷地としては東京ドーム何十個分みたいな感じのすっごく広い敷地にですね、そのテーマパークみたいにその建物のエリアが10ぐらいあるんですね。例えばこれ見てください。建物の前にチェス盤が置いてあったか、どこでもありそうな感じですけれども、そんなものが置いてあってですね、実際観光客の方が行かれると、こんなに大きいのかと、持つだけでも大変みたいな感じなんです。こんな風なですね、ちょっとこう遊び心がある村なんですね。この村実はですね、このウェールズご出身のエリス卿という貴族の称号をもらった方なんですけどね、設計士であり、建築設計士であり、かつ、その建築会社ですね、これで大成功して、ビジネスで大を成した大金持ちになられた方なんですけども、この方が地中海とかイタリアの、特にイタリアの地中海のあたりですね、こういったところの雰囲気に憧れて自分で作ったんですよ。それがですね、1920年代から50年ぐらいかけて、いろんなこう家をどんどん建てていって、そして寄付なんかももらえますし、いろんなところでこう出資してもらって、また家をどんどん建てていって、ものすごく広い敷地にとてつもない数の建物を作った村なんですね。で、感覚的にはですね、日本で言えば明治村とか江戸村とかありますよね。あの雰囲気です。京都太秦撮影所みたいな、ああいうずっとそのあれは江戸時代の雰囲気がずっと降ってきている場所なんですけれども、ここはその地中海の、イタリアとは言わないです、イタリアとは言ってないんですけれども、見るとイタリアっぽいなって感じはするんですけども、そういう地中海の雰囲気を出した、村っていうふうにこうなってるわけなんですね。だから入村料かかるんですよ。建物もですね、なんかこんな風にちょっと可愛らしくてですね、またこの壁の色なんかもですね、非常にこうポップで明るい、そういう色彩になっているんですね。例えばこれですね、ブルー、ピンク、イエローとこうパステル風に着てて、こっちのオレンジ色の屋根っていうのがですね、いかにもこうなんかオレンジ色の屋根ってなんかもうトロピカルみたいな感じなんですけども、これ何かというと実は礼拝堂なんですよね。礼拝堂こんなに明るくしていいのみたいな、白一色じゃないのみたいなイメージはやっぱあるんですけども、こんな風な明るい、地中海の雰囲気っていうのが、そのエリスさんという人が作ったその今イメージというかモチーフなんですよね。こんな風にですね、その長いこと行かれる、あまりにも広い場所なので、これ白いのはですね、ホテルなんですよ。このホテルに、1泊とか2泊とかされてですね、10のステージ全部回るってのはやっぱりちょっと難しいかもしれませんけれども、それを終わってもですね、まだそれ以上に広い森という敷地があるんですよね。そこにですね、全部ウォークトレイルといいますかね、トレイルが引いてきれいにこう作られているので、そこでですね、数十分とか1時間とかの散歩も楽しめる。狩りはできません。いかにイギリスでもここは狩りできませんけれども、そういうお散歩するのにも、ちょうどいいぐらいの、森もちゃんと整備されているっていうですね、そういう、なんて言ったらいいですかね、パーク村といいますか、営業村ですよね。そういう感じなんですが、実際に人が集まって住んだものが、この営業用に転用されたのではなくて、もともとそのために作った村の完全な人工村なんですね。こんな風にですね、ちょっとこう湾曲したような可愛らしいお家とか、いろんなタイプのお家がいくつもありますので、これですね、先ほどのちょっと写真と近いんですけれども、こういうちょっとこうウェールズにしては、イギリスにしてはなんか面白そうな、そんな感じのものもありますので、ぜひ行ってみていただければなとも思うんですが、ここでですね、ポートメイリオンってなんか聞いたことあるなと思ってらっしゃる方、特に女性の方多いんじゃないかと思います。それはですね、ポートメイリオンではなくてポートメリオン
なんですよね。でここのポートメリオンって何かっていうと、日本だけポートメリオンって言われてるんです。実は陶器なんです。イギリスの、まあ、有名な陶器ブランドなんですね。でそことこれは何か関係があるのかというとですね、ここを作ったエリス教のお嬢様夫妻がですね、その自分たちでブランドを立ち上げたんです。それがポートメリオンっていうブランドなんですけども、日本ではなぜかポートメリオンって呼ばれてるんですよね。それが日本ではまあ、セレクトショップであったり、もしくは高級百貨店ですね、こういったところで販売されてます。まあ、これはですね、ちょっと普段使い用なので、それほどなんか素晴らしいっていう感じでもないんですけれども、まあモチーフとしてはやっぱりこう自然とかオーガニック、こういったところをですね、まあモチーフにしてデザインされている、まあそういう陶器なんですね。まあネットで調べていただければ、いろんなすごく綺麗なデザイン のお皿とか、まあ陶器がいっぱい出てきますので、でここが発祥なんですよ。で工房もあるので、ポートメリオンが好きだとおっしゃる方はですね、ここに行って、まあ、1泊か2泊してですね、まあ、いろんな建物を遊んでですね、レストランで食事されたりお土産物もありますし、もちろんこのポートメリオンもたくさん買えるので、まあ、行ったついでにですね、ポートメリオンをいくつかこう持って帰ると、買って帰るというのもよろしいんじゃないかと思います。今回はですね、まあ、ウェールズの大富豪の方がもう自分のこうイメージを追い求めてですね、そして地中海風のちょっとイタリアっぽい地中海風の村を、自分のイメージの村を作ってしまったっていう、このポートメリオンをご紹介いたしました。まあ、ウェールズいろいろ楽しいところなので、ぜひですね、またいろんなところのウェールズご紹介していきたいと思います。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。